繋がったみたいですね。フラン、直接連絡なんて珍しいな。何かあったのか？それが実は支援課に相談があるという市民の方がいるんですけど、直接そちらに回してもいいですか？ああ、大丈夫だと思うけど、いつものように端末で回せる話じゃないってことか。はい、ちょっと深刻そうな話なので。それにロイドさんたちをぜひにと指名される方も珍しいですから、どうせだったらと思いまして。そうか、事情は分かったよ。支援課の方に戻ればいいのかな。はい、相談者の方にもそちらに向かうように伝えます。どのくらいでお戻りになりますか？そうだな、少し遅れるかもしれないから、早く着いたら中で待っているように相談者に伝えておいてくれ。はい、わかりました。それではロイドさん、よろしくお願いしますね。緊急の要請が入ったの？ああ、ちょっと深刻な話みたいだ。他の支援要請は切り上げて、一旦支援課の方に戻ろう。了解です。で、相談者ってのは美人なのか？いや、知らないって。話は聞いていますから。相談者の方ですよね。ようこそ特務支援課へ。はじめまして、リーシャ・マオと言います。本日は相談に乗っていただきありがとうございました。うわ、こいつはまたトランジスタグラマーです。あんまり露骨に見つめないの。ちょっとロイド、とりあえずそちらにおかけください。まずは人通りお話を伺います。脅迫状？はい、1週間前のことです。イリアさんのもとに差出人不明の手紙が届いて。あ、イリアさんというのは炎の舞姫の異名を持つ劇団アルカンシェルの大スター、国際的な知名度を誇る看板女優にしてアーティスト。いやまさかイリア・プラティエ絡みの相談事が回ってくるとはね。ランディさん、少し落ち着いてください。さすがに有名人ですから名前くらいは知っていますが、しかしその彼女宛に脅迫状が。ただのいたずらだと言ってますけど、ちょっと不気味な文面で、ただのいたずらには思えなくて。それで劇団長とも話し合って、とにかく警察に相談してみようって。脅迫状の現物はどちらに？イリアさん自身が持っています。すぐに捨てようとしていたところをなんとか止めはしたんですけど。そうなるとまずはその脅迫状を見せてもらう必要がありますね。そういえばリーシャさんと言いましたか？当然アルカンシェルの関係者なんですよね？あ、はい、一応アーティストの一人です。まだまだ新米なんですけど。って、なんだよさっきから。君の顔、新作の特集ページで見かけたことがあるぜ。イリア演じる太陽の姫と対になる月の姫を演じる準主役、イリア・プラティエが大抜擢した彗星のごとく現れた大型新人って。そんな大型新人なんて、まだまだ稽古不足で足を引っ張ってばかりなんです。本当は
デビューなんて早いとは思ってるんですけど。それでもすごいですよ、あのアルカンシェルに採用されてデビューするんですから。だいたいわかりました。しかし話を聞いているとイリアさん本人はこの件について乗り気ではないみたいですね。はい、とにかく今は舞台の完成度を高めたいから外部の人間を入れたくないって。特にその警察なんか言語道断だって。それでは私たちも出る幕などないのでは。でも皆さんは特務支援課なんですよね。雑誌で読んだ限りなんだか普通の警察の方よりも親しみやすそうっていうか、そのイリアさんも納得してくれるんじゃないかと。こう言ってはなんですけど、遊撃士協会の方には相談は。イリアさんは民間人ですし、彼らの護衛対象になると思いますが。それはそのクロスベルで遊撃士協会はとても人気があるみたいですから、公演前にそんな人たちが出入りしたら変に噂になってしまいそうで。その点皆さんならそこまで話題にはならないかと思って。すみません、私ったら失礼なことを。いや全然気にしてませんよ。それよりも大体の事情は了解しました。この件引き受けようかと思うんだけど、みんなどうだい？もちろん私は賛成よ。私も異存なしです。いや、むしろ断るなんてありえないだろう。というわけで、リンシャさん、脅迫状の件、特務支援課が引き受けさせていただきます。ありがとうございます。それでは私、一足先に劇団に戻ります。劇団長とイリアさんには私の方から報告しておきますので、いつ来ていただいても大丈夫です。わかりました。まったね、リンシャちゃん。失礼します。さてと、とりあえず劇団に行ってみよう。脅迫状を見せてもらわないことには始まらないしな。そうですね、ただのいたずらの可能性もありそうですし。いや、しかし役得だな、公演直前のアルカンシェルに入れる機会があるなんてよ。しかも生イリアだぜ。生イリア。確かにあのイリアプラティアから直接話を聞くかもしれないのよね。ちょっと緊張してきちゃった。そんなにか。雑誌とかで見る限り確かに美人だとは思うけど、ちょっと楽しみです。改めて見るとかなり立派な建物ですね。結構新しそうな雰囲気ですけど。築20年になるかしら。視聴者などに比べるとそんなに古い建物ではないわね。アルカンシェルか。小さい頃兄貴とセシルネに連れられて何度か来たことはあるけど。なんだ、どうした？いや、なんでもない。早速、お邪魔しようか。相変わらず雰囲気のある玄関ね。音楽が流れてる。ってことは、稽古中なのかな？きっとそうに違いねえ。お客様、大変申し訳ありません。ただいま当劇場は関係者以外の立ち入りをご遠慮願っておりまして。その実はこちらの方から相談を受けた警察の者なんですが。ああ、特務支援課の方々でしたか。ようこそアルカンシェルへ。リーシャさんから話は伺っております。何でも劇団長とイリアさんにお話を伺いにいらっしゃったとか。ねえ、お取り次ぎ願いますか。それでしたら正面の扉からホール内にお入りください。ちょうどイリアさんの稽古劇団長とリーシャさんが見学しているはずですから。いいんですか、イリアさんの迷惑なのでは。いえいえ、そんなサジを気にされる人ではありませんよ。むしろ本番に近いと言って喜ばれるんじゃないでしょうか。わかりました。よし、そんじゃ俺たちも早速見学させてもらおうぜ。
皆さん。すみません。お邪魔してしまって、その、なんて言ったらいいか。あの、すごかったです。ちょっと、魂抜かれかけたぜ。素晴らしいものを見せていただきました。ありがとう。まあ、完成というにはまだ程遠い状態なんだけどね。まだ上があるんですか？当たり前じゃない。このシーンはあくまで冒頭の太陽の姫だけのシーン。これに月の姫が加わることで何倍にも相乗効果が生まれる。最後のクライマックスシーンは今の数十倍はすごいと思うわね。すごいっすね。想像すらできません。リーシャ、彼らがさっき言ってた？はい、特務支援課の方々です。確かに全然警察っぽくは見えないけど。でも事情聴取とかするんでしょ？たかがいたずらごときにそこまで付き合いたくないのね。まあまあ、イリア君、みんな心配してるんだ。少しくらいいじゃないか。そう言われても、公演前にテンション下がることは一切しないのがスタイルだし、リーシャが胸を揉ませてくれたら少しは考えるかもしれないけど。揉ませません。まったく君ときたら。なんか舞台の上とのギャップが微妙におじさんっぽいです。除血らしいのは知ってたけど。いや、強烈な人だよな。すみません、皆さん、なんとか説得してみますから。ロイドさんたちは控室にでも。あ、イリアさん、ロイドって今そう言ってたの？ひょっとしてあなたのこと？ええ、まあ近すぎるって。フルネーム？そのロイド・バニングスですけど。やっぱり。うわあ、おい、何をしてるのかね。いや、世間は狭いわね。まさか噂の弟くんとこうして会えるなんて。そういえば警察に入ったって聞いたことがあったっけ。聞いていたイメージと本当そっくりじゃないの。あのひょっとしてイリアさん、セシル姉の知り合いだったり？セシルは私の親友よ。日曜学校以来だからもう10年以上になるわね。なるほど。改めて自己紹介するわね。イリア・プラティエ、劇団アルカンシェルの看板を背負って立たせてもらってるわ。よろしくね、弟くんたち。まったく、イリアさんたら、いきなり抱きついたりしてロイドさんに失礼じゃないですか。まあまあ、固いこと一個なし。それにお姉さんに抱きつかれてちょっとは嬉しかったでしょ。セシルさんに続いて、これがヒエラルキー、弟至上主義というやつか。この弟貴族、弟ブルジョアジーが。それでその脅迫状の件なんですけど。ああ、そうだったね。弟くんの頼みなら仕方ない。ちゃんと手紙は持ってきたわ。はい、これ。どうも。頼まれたのはこっちだけど。公演の中止せよ、さもなくば。
炎の舞姫に悲劇が訪れるだろう。金、確かに脅迫文っぽいな。脅迫文というよりただの嫌がらせじゃない？言っちゃなんだけど、この程度の脅し文句なんか珍しくもないんだし。そうなんですか。まあうちもそれなりに儲けさせてもらってるからね。やっかみ半分、面白半分で、脅しめいた手紙はそこそこ届くよ。ただ今回ばかりはちょっと気になることがあってね。気になること？そこにある差出人か。ああそうなんだ。今まで送られてきた脅迫状は無記名がほとんどだったんだが、それが今回は銀という思わせぶりな名前が書かれていて、ただのいたずらとは思えない感じがするんです。気のせいだと思うけどね。皆さん、銀という名前に何か心当たりはないんですか？全く持ってないよね。そもそも人の名前なの？それ何かの暗号とかそんな感じはしますけど。うちの新作のタイトルに銀という言葉は入っているが、そのくらいだね、心当たりは。そうですか。ではそれ以外の心当たりはありませんか？失礼かとは思いますが、最近誰かの恨みを買うようなことがあったりしたとか。それは、まさかね。あら、あなたたち誰かに恨まれる心当たりなんてあるの？あのね、私たちではなくてイリアさんの話ですよ。ほら、つい先日例の会長さんのことを。あのハゲ親父のことか。あんまりにどうでもいいからすっかり忘れてたわ。そのハゲ親父というのは？マルコーニっていうあぐれ切ったハゲ親父のことよ。ルバーチェ商会っていうゴロツキでも使ってるっていう。ルバーチェ商会、その名前が出るかよ。何？どうしたの？いえ、最近よく聞く名前なので。それでそのルバーチェ商会の会長とはどういう経緯で？よく接待かなんかでうちに客を連れてくるのよ。いつも貴賓席を使っているから相当羽振りはいいんでしょうけど、舞台とかには全然興味ないみたいね。私のことも演技とか全然見ないで、体ばっかりいやらしい目で見てたし。イリアさん、よく気づくね、そんなこと。舞台の最中は観客席も含めて私の世界だから当然でしょ。で、この前そのハゲ親父が私に言い寄ってきたわけよ。帝都のオペラハウスへの進出をバックアップしてやろうとか、恩着せがましいことを言いながら。へえ、そんな予定があるんすか。帝国からだけではなく共和国方面からも要請があるんだ。期間限定でいいから特別公演をやってくれないかってね。そういえばこの前リベールのグランアリーナからもオファーがあったな。やはりすごい人気なんですね。でもどうしてそれをルバーチェの会長がバックアップするという話に？どうやら帝都方面に強力なコネを持っているらしくてね。まあ彼らの噂を聞いている限り遠慮したい類のコネだと思うが。ルバーチェはどちらかというと帝国とつながりの深いマフィアで、帝都の暗黒街とのコネクションもそれなりにあるのかもしれません。そうなんですか。それで結局そのハゲ親父をどうしたんですか？もちろん丁重にお断りしたわ。二度と迫ってくる気が起こらないようビンタもかましてあげたけど。マフィアのボスにそんなこと？そうなんです、私も気を失いそうになって。私も気絶しそうだったよ。ただまあ向こうもイリア君の体を触ってくるなど無謀な、いや無礼だったからね。周りの取りなしもあってその場はなんとか収まったが。向こうがその時の屈辱を忘れてない可能性はある、そういうことっすか？確かに脅迫状を出す動機にはなりそうですね。事情は大体わかりました。まずはいくつか手がかりを当たってみようと思います。イリアさん、この脅迫状はお預かりしてもいいですか？ええ、構わないわ。少し目つきが変わったわね。
私たちがステージに上がるときと同じようにね。いいわ、あなたたちならいい仕事をしてくれそうだし、 B 社の心配を取り除くためにもこの件全てお任せしておくわ。イリアさん、引き受けました。ご期待に添えるよう尽力させていただきます。ありがとうございました。イリアさんも納得してくれたし、相談して本当に良かったです。これからですよ。どうやら一筋縄ではいかなくなりそうですし。そうですよね。そういえば、あの、どうかそんな丁寧に話さないでいただけませんか。その、私まだ新米ですし、ロイドさんやエリーさんよりもちょっと年下だと思いますし、そんな丁寧に話しかけられるとなんだか申し訳なくって。そうですか。それじゃあちょっと砕けさせてもらうよ。はい。どうもありがとうございます。 B 社、ミーティングを始めるわよ。はい、イリアさん。それでは皆さん失礼します。何か分かったら遠慮なく劇場にいらっしゃってください。さすがに忙しそうだな。ま、公演まで数百回は稽古を重ねるらしいからな。脅迫状を気にかけている時間がもったいないのも頷けるぜ。なるほど、納得です。新作の成功のためにもなんとか解決できるといいわね。ああ、そうだな。さて、どうするんだ。今のところ手がかりはルバーチェくらいだが。一応、銀という名前も手がかりになりそうですが。そうだな。なあ、みんな、ルバーチェ商会を一度訪ねてみないか。え？マジか。別に警察の捜査として普通の事情聴取をするだけさ。脅迫状を出したのがルバーチェの会長かどうかはまだわからないけれど、面倒を避けてるだけじゃ真実にはたどり着けないと思う。一理ありますね。それにいい機会だと思うんだ。あれだけのことをしても捕まらず大手を振って歩いている連中、どんな実態なのかをつかめるきっかけになるかもしれない。なるほどな。やっぱり心配か。なんだったら俺とランディだけでも。ロイドさん。いや別にそういう意味じゃなくて。ううん、別に心配はしていないわ。そうね、尋ねるだけであればそれほど危険ではないと思う。この町のマフィアというのが本当はどういう存在なのか知るにはいい機会でしょうね。ああ。なんだよお嬢、ずいぶんと思わせぶりだな。気のせいよ。脅迫状に関しても氷炭から駒ということがあるかもしれないし、早速訪ねてみましょう。ああ。データベースの情報によると、ルバーチェ商会のビルはそこの裏通りの途中から路地の奥に入った先にありますね。あの怪しげな一角か。連中の姿を見かけると思ったらマフィアの本拠地だったわけだな。うちの会長がイリア・プラティエに脅迫状で嫌がらせだと。とんだヨタ話もあったもんだぞ。無論こちらもそうだと決めつけているわけではありません。ですがほとんど手がかりがない状況で、先日揉め事があったと聞きまして、参考までに話を伺えればと。会長が引っ張かれたやつ。ありゃ酒の席でのちょっとしたハプニング。会長も酒が入ってたせいかほとんど記憶にないらしいし、全然気にしてないと思う。そうなんですか。お聞きした話だと、帝都のオペラハウスへの進出をイリアさんに持ちかけられたとか。そんな話もあった。うちもいろいろな付き合いがある。そっちの方から仲介された話だ。まあむしろそれは口実で、会長はあれの特別ゲストとして彼女を招待したかったらしいな。あれ、
特別ゲスト？こっちの話だ。まあそういうわけで何の関わりもねえ話って分かったか坊主ども。念のため脅迫状の現物を確認してもらってもいいですか？まあいいだろう、よこせ。これです。なんだこいつ。確かにイリア・プラティエの公演を妨害した意味程度。何か気づいたみたい。くだらねえな。脅迫状というよりは単なるいたずらじゃねえのか。おいおい、何か心当たりがあるような反応でしたけど。何のことだ。手紙の文面についても全く心当たりはない。ま、少なくともうちの会長が書いたんじゃねえのは断言だ。とんだ無駄足だってな。ち、何か知っていそうだが。聞き出すのは難しそうですね。話は分かりました。ところで今の話を会長さんから直接お聞きできないでしょうか？ああ、確かにそういった話は本人から直接聞きたいもんだな。それとも留守でもしてんのかい？調子に乗るなよ、小僧。てめえらみたいなガキども、会長が会うわけねえだろ。いつでもひねり潰すことができる無知で哀れな子犬のごとき。本来なら俺もてめえらごときにわざわざ会うつもりはなかった。せっかくの機会だから親切に忠告してやろうと思ったわけだ。てめえらが何をしようが、このクロスベルの現実は変わらねえ。まして俺たちをどうこうすることなど不可能ってことはな。ずいぶん余裕たっぷりじゃねえか。分かったらとっとと失せろ。てめえらみてえなガキどもを相手してるほど暇じゃねえんだ。だがこれ以上歯向かえばガキだろうが容赦なく叩き潰す。忠告ありがたく受け取っておきますよ。行こうみんな、聞き込みはこれで十分だ。ええ、ですね。茶の一杯くらい出しやがれってんだ。待て、そこが影。ああ、俺のことか。その赤毛どこかで見たよ。いや、そのはず。おいおい、勘弁してくれよ。グラマーな姉ちゃんならともかく、おっさんに言い寄られる趣味はねえぞ。まあいいだろ、目障りだ。とっとと失ろ。そっちが引き止めたんだろうな。参ったな。完全に子供扱いでしたね。気に食わねえな。そういえばランディ、何か呼び止められてたけどどうしたんだ？さあな。ただまあ、あの男ただのハッタリだけじゃねえぞ。まともにやり合ったら今の俺たちじゃ歯が立たねえだろう。そうか。それ以前にまともに相手にされていない感じでしたけど、こちらが何をしたところで痛くも痒くもないというか。ああ、それは俺も感じたよ。議員とのつながりがあるとはいえ、あの余裕は何なんだ。エリー、なんだ、どうした？うん、何でもないわ。それよりこれからどうするの？どうやらルバーチェには何か心当たりがあるみたいだけど。ああ、脅迫状の一件か。あの若頭の言葉を
鵜呑みにするわけじゃないけど、俺はこの件にルバーチェが関係している可能性は低いと思う。でも脅迫状を見て明らかに反応してましたよね。ああ、間違いなく何かに気づいたんだと思う。おそらく気づいたのは、差出人の名前、これに反応したんだと思う。銀、結局はこいつか。この人物がルバーチェの関係者という可能性はないのかしら。いや、関係があるとしたら、あの若頭の態度はおかしい。まるで関係がないことを最初から確信しているような、そんな感じじゃなかったか。なるほど、確かにそんな素振りだったな。ルバーチェと無関係でありながら、彼らが強く意識している存在、そういう人物ということですか。ああ、そうだと思う。だとすると、ルバーチェの情報に詳しい人に相談してみた方が良さそうね。法律事務所のイアン先生とか。ああ、そうだな。本当だったらグレイスさんにも相談してみたいところだけど。ま、あの姉さんに話したら脅迫状のことまで強引に聞き出してくるだろうな。アルカンシェルにとっては格好のスキャンダルになりそうですね。ああ、だから正直当てにしない方がいいだろう。あとは他にも心当たりがあるなら当たってみよう。もしかしたら思いがけない情報が入ってくるかもしれない。ええ、そうね。どうした？ううん、何でもない。それでは早速聞き込みを始めましょう。どこを回るにせよ法律事務所には行かないとね。ああ、そうだな。ヘイユエ貿易公司の社長だが、実はこの前会ったばかりでね。え、本当ですか？クロスベルデの商取引について法的に問題ないか監査を依頼してきたんだ。そんなところはなかったから結局引き受けることになったが、その時にその支社長と会ったんだ。そうだったんですか。そのどういった人物でしたか？うん、一言で言うと切れ者だね。まだ若いのにひょうひょうとした言動で相手を絡め取っていくというか、とにかく一筋縄ではいかない頭脳の持ち主だと感じさせられたよ。頭脳派ですか。なかなか厄介そうな相手だな。そんな切れ者にわざわざ面会を申し込むのか。ああ、せっかく口実もあることだしね。どうかな。面白そうじゃねえか。私も少し興味があります。私もルバーチェについてはある程度は知識があるけど、ヘイユエはほとんど知らないから、確かにいい機会かもしれないわ。決まりだな。イアン先生、どうもありがとうございました。これでなんとか捜査を続けることができそうです。そうか。そうしていると少しガイ君のことを思い出すな。相手は一応真っ当な貿易会社を装ってはいる。その意味で尋ねるだけであればそこまで聞き物はないだろうな。だが彼らの本体は巨大な勢力を誇る犯罪組織だ。くれぐれも気をつけたまえ。はい、ご忠告感謝します。さてと、ヘイユエ貿易公使に行こうか。確か港湾区にあるはずだけど、場所的には港湾区の北東の外れですね。川辺に面しているみたいです。ああ、あの赤っぽい東方風の建物だよな。あの周辺は IBC やクロスベルタイムズがあるくらいまともな場所のはずだけど、まあいいわ、とにかく行ってみましょう。うん、いいんですか、
こちらの貿易会社はカルバード共和国の東方人街に本社がおありだとか、もしかしたら名前くらいご存知ではないかと思いまして。なるほど、まるで私どもがその因なる犯罪者と関わりがあるかのようなおっしゃられようですね。いえ、とんでもない。正直情報が少なくて、こうして藁にもすがる思いでお尋ねしたというだけなんです。いいでしょう、あくまで一般的な情報ですが、院についてももう少し詳しい伝説についてご披露しましょうか。お願いします。院という名前は共和国の東方人街では非常に有名です。仮面と黒衣で身を包み、素顔を見せない謎の教師、影のように現れ影のように消え、狙った獲物は決して逃がさない。そしてここが肝心ですが、どうやら不老不死という話なのです。不老不死？それはどういう？どうやら院は100年以上前から教師として活動を続けているそうです。100年前といえばカルバード共和国が民主化された直後くらいのことですね。そしてその時の記録を調べると、確かに院の名前が品質するそうです。動乱期の最中、要人を次々と葬った黒衣に身を包んだ謎の魔人でしたね。ますますもって荒唐無稽な話ですね。やっぱりただの言い伝えで実在はしてないんじゃねえのか。いいえ、実在しますよ。何？東方人街の裏側においては、院はただの伝説ではありません。正体不明ではありますが、条件さえ合えばミラで雇える最高の資格にして暗殺し、あらゆる暗器と武術を使いこなす神速の速さを秘めた闇の武術家、そんな存在として認知されています。噂ではとある組織に重宝され、よく仕事を任されているのだとか。その組織というのは？ああそうそう、その院ですが、噂では最近東方人街から姿を消してしまったそうですね。なんでもその組織から大きな仕事が入ったらしく、とある自治州に向かったのだとか。あんた。どうしました？その組織が何という名前なのか、私はまだ申し上げていませんよ。その自治州がどこなのか。どうやらあなた方もルバージュと同じようですね。たかが地方組織ごときと同じにしないでいただきたいと言いたいところですが、彼らは彼らでこの得意な町に抜け目なく適応しているだけはなかなかに手ごわく、私も手こずらせてもらっています。おいおい、ぶっちゃけましたね。あくまでビジネスの競争相手としての話です。クロスベルは自由な競争が法によって保障されている場所。何か問題でもありますか？一つ聞かせてください。そのルバージュとの競争の中にアルカンシェルは入っていますか？おお、以前ルバージュの会長はアルカンシェルに対して帝都工業を持ちかけたそうです。同じようなことをお考えになってらっしゃるとか。確かに共和国の方ではそういった動きもあるようですが、あいにく私どもの会社は芸能方面には関わっておりません。私としても不思議なのですよ、どうしてその脅迫状の最後にそんな名前が書かれていたのかもね。なるほど、いろいろと参考になりました。どうもありがとうございました。ロイドさん。おい、いいのかよ。これ以上ここにいても得られるものはなさそうだ。いろいろと忙しいみたいだし、そろそろ失礼させてもらおう。そうね。お気遣い感謝します。ああそう、ロイドさん、何でしょうか？
そう怖い顔しないでください。先ほども言ったように、私があなた方のファンというのは本当のことなんですから。ね、今回の一件、なかなかに興味深い。一ファンとしてあなた方がどのように解決してくれるか楽しみにさせていただきますよ。お疲れ様でした。また何かあればいつでもいらっしゃってくださいとの支社長からの伝言です。どうも。ルバーチェに続いてこちらもだったか。ま、あっちよりははるかに友好的だったが、逆に舐められてたのかもな。その可能性は否定できないかと。エリー、ひょっとして具合が悪いんですか？ううん、大丈夫よ。それよりもインという凄腕の資格がクロスベルに潜入している、その情報は確かみたいね。ああ、あの調子だと間違いないだろう。ただ、あの支社長がアルカンシェリやイリアさんを脅迫したとは思えないんだよな。ああ、そんな感じはしたな。もしそうだったら、そもそもインとの関係をほのめかしたりはしねえだろう。ということは、インという暗殺者が雇い主であるヘイユイに関係なく勝手にやったことなのでしょうか？そうだとしたら、正直手詰まりになりそうだ。さっきの話が本当なら、あの支社長もインの素性を知ってるわけじゃないんだろう。となると本人を捕まえるしか聞き出す方法がないってわけか。そうね。もしそのインという資格がイリアさんを狙っているなら、これはもう私たちの仕事ではないかもしれない。どうやら相当な凄腕みたいだし、私たちで捕まえられる保証もない。だったら今回は警察本部に任せた方がいいんじゃないかしら。それはまた旧市街の時のように知らぬ顔をされるのでは。うん、アルカンシルやイリア・プラティエという存在はクロスベル氏にとって非常に重要よ。その身に危険が迫っているなら、警察本部だって絶対に動くはず。それこそ警察の威信にかけてもね。その通りだ。あなたは確か捜査一課の一課のダドリーだ。来い。え、こんな場所で悠長に話をするバカがどこにいる。いいからついてこい。わかりました。おいおい、なんだってんだ。お前たちはアホか。何のつもりかは知らんが、のこのこと乗り込んで、挙句の果てにあんな場所で悠長に相談事をするとはな。すみません。確かに少々配慮が足りませんでした。まあいい。で、でとは？アルカンシェルがどうとか口走っていただろう。それとお前たちがヘイユエを訪れたことに何の関係があるか洗いざらい話せと言っている。な、おいおい、いきなり何言ってんだ。唐突に現れた割にはずうずうしい要求ですね。ずうずうしいのはどちらだ。我々一家は一月以上前からヘイユエをマークしている。いきなり何の断りもなく割って入ったのはお前たちだぞ。そうなんですか。もしかして一家の方でもインを？その名前を知っていた。とにかく知っていることを包み隠さず話してもらう。従わなかった場合、こちらの捜査妨害を行ったとしてセルゲイさんに厳重抗議する。わかりました。ただしあくまで支援課で受けた話です。他言は無用にお願いしますよ。
それは私が判断する。いいから話せ。これは命令だ。なるほどな。手がかりがないと思ったが、ようやく尻尾を出したというわけか。それはインのことですよね。そうだ。ルバーチェに対抗するため、ヘイユエが切り札として雇ったという凄腕の刺客にして暗殺者。ある筋から情報を入手して以来、我々一家はヘイユエを監視してきた。だが、まさかお前たちのような子犬どもに首を突っ込まれる隙を作るとはな。言ってくれるじゃねえか。ですが、どうしてヘイユエだけ監視を？ルバーチェの方は放置しているようですが。何を言っている。ルバーチェについても大体の動きは把握しているぞ。旧市街の一件や軍用犬の使用、お前たちが関わった一連の事件もある程度のことは事前に掴んでいた。だったらどうして。あの程度で動いていてはキリがないというだけだ。殺人が起こったわけでもなし、ただの小さないざこざに過ぎん。どうして他の重要案件を後回しにして限りある人員を割かなくてはならん。そうは言っても、我々捜査一課はお前たちのようなボンクラとは違う。この正義が守りきれない街で一定以上の秩序を保ち続けること、殺人などの重犯罪を抑止し、犯罪組織や外国の情報機関から可能な限り人と社会を守ること、その苦労がお前たちにわかるのか。やはりそうなんですね。クロスベルの平和と繁栄は薄皮一枚の上に成り立っている。市民の大半はその事実に気づいていないが、ルバーチが帝国派議員と結びついている話は有名だが、あのヘイユエにしたところで共和国派議員と関係を深めている。その時点で直接手を出すのはどちらも不可能になってしまっている。それだけではない。スパイを取り締まれる法律がないから、外国の諜報員なども入りたい放題だ。そんな、信じられません。なんつうか末期状態かもしれねえな。だがそんな絶望的な状況でも、我々はやれることをやるだけだ。全ての案件の危険度を査定し、たとえ根本的に解決できなくても抑止できるように働きかける。インの問題もその一環に過ぎん。アルカンシェルの一件についてはこちらの目が行き届いていなかった。情報提供に感謝する。あとは一家が引き継ぐから、お前たちは通常業務に戻るがいい。おいおい、なんでそうなる。どうやら状況を判断する限り、インが実在するのは確かだろう。ヘイユエの動向にも気を配りつつ、姿なき謎の暗殺者の手からイリア・プラティエを守りき、そんな真似がお前たちにできるのか。人手がなければ難しいかもしれませんね。アルカンシェルへの連絡だけはせめてお前たちに任せてやる。脅迫事件の対策が捜査一課に引き継がれること、きちんと説明しておけよ。くそ、言うだけ言ってとっとと行きやがったな。しかも専用車でというのがさらにムカつく感じです。でも彼の言うことも納得できないわけじゃない。実際こちらで処理できる範疇を超えてきている気がする。 D 社とイリアさんには事情を説明して謝るしかないな。それしかねえか。仕方ありませんね。ちょっと待って。ロイド、あなたがそんなことを言うの？壁を乗り越えるって、みんなでなら乗り越えられるって言ってくれたじゃない。
のにどうして。エリー、おいおい、どうしたんだ。お嬢だってさっきは警察本部に任せるべきだって言ってただろうが。そうよね、エリーさん。その俺だって悔しいし、何とかしたいと思ってるさ。エリーがそう言うなら、何とか別の手を考えて。いいの。ごめんなさい、ちょっと疲れているみたい。エリー、ま、今日はいろいろと厄介な連中とばかり顔を合わせたからな。アルカンシェルに行ってイリアさんたちに報告したら、戻って一休みしようぜ。そうですね、それがいいと思います。そうだな、エリー。それでいいかい。ええ、みんなありがとう。それじゃあアルカンシェルに行きましょう。世話になっているようだね。いえ、そんな。世話になっているのはむしろこちらの方で。まあ確かにお嬢には報告書とかの書類作りでもだいぶ助けられちまっているな。少しはランディさんも手伝うべきかと思いますが。充実した職場で何よりだ。しかしお嬢さん、たまにはご実家の方にもお顔を出された方が。すみません、そのせっかく自立したのに頼るのもどうかと思いまして。ですが。いいんだアーネスト君、それだけエリーの決意も固いということだろう。お前が選んだ道、納得のいくまでやってみなさい。公私混同はできないが、できるだけ協力させてもらうよ。はい、ありがとうございます。それでは行こうか、アーネスト君。次は商工会との会合だったな。はい、5時からになります。実家ってものすごい金持ちなのか。その、はあ、ロイドさん、ヘンリー・マクダイル、このクロスベル市の市長さんの名前じゃないか。何、本当ですか。
確かにデータベースでもそう記録されていたような。今まで気づかれなかったのが不思議なくらいだと思うけど。いや最初に名字を聞いた時に引っかかってはいたんだけど、なんだかいろいろあったからすっかり流してたっていうか。いやでも確かに面目ないな。まあ別に気にすることないわ。祖父が何者であろうと私には関係のないことだから。それより早くイリアさんたちに報告しましょう。面目ないけれどきちんと引き継ぎのことを伝えないと。ああそうだな。ところでそのお嬢のじい様がなんでアルカンシェルに来てたんだ。あ、そうね、今回の新作は市の創立記念祭と合わせて公開されるそうだから、その関係の打ち合わせにいらっしゃったのかもしれないわね。詰めていけばなかなかのシーンにはなりそうよね。リーシャ、月の姫のターンだけどほんの少しためを作りましょう。太陽の姫もそれを受けて今日疲れる演技を入れるから。はい。すごいですね、一つの舞台を作り上げる、それだけのためにここまで。ま、せっかくよくできるならとことんやるのが筋ってもんでしょ。それよりもどうしたの、なんか進展でもあった？はい。少々残念な報告もしなくてはいけませんが。いいわ、劇団長も呼んでくるからここで話を聞かせてちょうだい。の白装束のイメージに使えるんじゃないかしら。イリア君、そんなのんきなことを言ってる場合じゃないですよ。ヘイユエという勢力がインという犯罪者を雇っているのは確かなようです。そのインがどうしてイリアさんに脅迫状を送ったのか、そこまでは分かりませんでしたが。どうもただのいたずらであるという可能性は低くなってきたみたいです。その公演を中止するというのはありえないわね。たとえ劇場の爆破予告があったとしても私たちは舞台から降りたりしない。そうでしょ劇団長。まあそうだね、イリア君ほどではないにせよ、私たちは多かれ少なかれ舞台という魔物に見られた人種はおそらくただの一人としてうちのアーティストたちが出場を辞退することはないだろう。新米ですけど同感です。いや素晴らしきは舞台の亡者たちか。となると他の部署の警備などを引き継ぐ形になっても構わないと。まあ正直言ってほしいけど背に腹は変えられないわね。捜査一課だっけ、どういう人なのその担当者って。見るからに有能そうというかエリートといった感じで。実際相当優秀だとは思います。捜査一課というのは
警察でも名実ともにエリート集団ですから、あくまで目立たない形で完璧に警備するのではないかと。うげえ、勘弁してほしいわね。でもまあお客さんもいることだし、安全には配慮するしかないかも。まあ我慢してくれたまえ、どうせ君のことだ。舞台に集中し始めたら他のことは一切どうでもよくなるんだろう。失礼ね、客には気を配ってるわよ。舞台は観客とも響き合うことで初めて真の意味で完成する。劇団長がいつも言ってることじゃない。うん、君の場合はとてもそう思えないんだがね。響き合うというより無理やり自分のリズムに引きずり込むというか、なんていうかつくづく本当に歌いたくないですね。それじゃあロンドさんたちはこれで捜査の方は。ああ申し訳ないけど、まあ、あとは一家が引き継ぐし心配することはないと思うよ。そうですか。まあ弟くんに担当してもらえないのはちょっと残念だけど。いろいろと調べてくれて感謝するわ。お礼にチケット全員分送るから、暇な時にでも見に来てちょうだい。うん、そうだね。記念祭中の分は無理だが、来月分のチケットでよければプレゼントさせてもらうよ。まあマジっすか。いやあ、再来月分になるって諦めかけてたんだけどな。太っ腹です。エリ、すみません、そのなんだか迷惑ばかりおかけしてしまったみたいで。いや気にしないでよ。もともと警察の仕事なんてのは地道な無駄骨の繰り返しだしね。防犯とかそんな感じですよね。そうそう、リー社ちゃん、俺たちのことは気にしないでプレ公演頑張ってくれよな。はい、ありがとうございます。プレ公演なんだ、知らないのか。アルカンシェルは毎回新作の本公演の前に一度だけお披露目の舞台をやるんだよな。はい、私も今回が初めてですけど、国内外の関係者やマスコミの方々が招待されるんだそうです。公演を後押ししてくださっている偉い方々も見に来るらしくて。そうなのか。ひょっとしてマクダイル市長も招待を。はい、主賓としてお迎えするそうです。記念祭と合わせて今回の公演を後押ししてくださっているらしくて、今日もお忙しいところにわざわざ陣中見舞いに来てくださいました。そうですか。 B 社さん、プレ公演頑張ってください。 B 社さんなら初めてでもきっと大丈夫だと思いますから。そうだな、練習を見る限り何の心配もいらなさそうだったし。おお、絶対にいい舞台になるって。すごく楽しみです。ありがとうございます。そのとっても心強いです。それでは私稽古に戻りますね。皆さんありがとうございました。失礼します。今日はもう帰るか。だな。なんだか気が抜けてしまいました。そうね。
あの人は。ああ、よかった。本当にこの場所でいいのか迷っていたんだよ。アーネストさん、ひょっとして私を訪ねてこられたんですか？ああ、事務所の用事のついでに訪ねさせてもらったよ。エリー、どうしたんだい？元気がないようだが。先ほどアルカンシェルを訪ねていたようだが、何か警察の仕事に問題でも？いえ、大したことじゃないんです。その劇団の関係者から相談を受けていたんですけど、その報告に伺っただけなんです。本当はここに来ようかどうか迷ったんだが、やはり来て正解だったようだな。単刀直入に言おう、エリー、警察を辞めて戻ってこないか？君にも考えがあって警察に入ったのは知っている。だがそんな疲れた顔して子供のように迷った目をして、本当にそれは君が歩むべき道なのかい？それは今の政治状況に絶望を覚えているのもわかる。おそらく警察入りを志望したのもそのことが関係しているんだろう。だがエリー、少しは市長の苦労と気持ちを分かって差し上げてほしいんだ。来月に記念祭を控え、市長は今多忙を極めている。記念祭の後は予算をめぐって帝国派と共和国派双方とやり合わなくてはならない。そして半年後には市長選。市長は引退されるおつもりだが、工事を託せそうな候補者もおらず迷っておられるようだ。君がそばにいてくれたらどれほど市長も心強いことか。すまない、差し出がましいことは言って、だがどうしても見過ごすわけにはいかなかった。市長を尊敬する者として、昔から君を見てきた者として。アーネストさん、もちろん君の道は君が決めるものではあるが、本当にそれが正しいのか今一度考えてみてほしい。少し考えさせてください。みんなごめんなさい。少し疲れたからちょっと自室で休ませて。君たち、いきなりすまなかったね。いえ、いろいろと事情がおありのようですし。まあ、あんまりお嬢のことをいじめないでやってくれよな。ですね。私たちからエリーさんを奪おうとしているみたいですし。別にそんなつもりはなかったんだが。ただ君たちは、彼女がもともと政治家志望なのは知っているかい？おいおい、そうなのかよ。確かに政治や経済のことにとても詳しいみたいでしたが。ああ、市長の後継者としていずれ政治の道を志すべくいろいろと勉強してきたんだ。そのために各国に留学して深い教養と国際的な政治感覚を養っていたはずだったが、去年帰国したと思ったらいきなり警察入りを志望してね。そうだったんですか。知りませんでした。まあ、なんでこんなセレブなお嬢様が警察に、とは思ったけどな。できれば彼女が結論を出すまで君たちもそっと見守ってほしい。このまま続けたとしても、あんな風に迷いを抱えたままではとてもやっていけないだろうからね。もうこんな時間か。お騒がせをしてしまった。私はこれで失礼させてもらうよ。な、はい。つくことが多いですね。ああ、濃いイベントがてんこ盛りだったもんな。なんつうか精神的に疲れたぜ。そうだな。課長に報告をしたら俺たちも早めに上がろう。なるほど。ま、事情は大体わかったぜ。それでこのまま泣き寝入りすんのか？泣き寝入りって、一家が出張ってきたのに
俺たちの立場で食い下がれるものなんですか。まあ無理だろうな。大方あの狐あたりがしゃしゃり出てきて厳重注意だろう。ですよね。なら一家の手伝いを申し出るのはどうでしょうか。いや、あのメガネスーツ野郎の態度を見る限り難しいんじゃねえか。ねえ、多分な。警察の縄張り意識ってのは結構厄介なもんだ。特に一家はエリートだから、お前らみたいなガキの手伝いなんざ断固拒否してくるだろうぜ。ただし黙ってやる分には話が別だ。ね、この特務支援課はある意味規格外の部署だ。本部からはぶられてはいるが、それは逆にある程度の裁量が任されているとも解釈できる。それこそ黙ってやる分には他の部署の縄張りを踏み越えられるくらいにはな。あ、おいおい、そんなこと言っていいのかよ。とんだ不良上司ですね。言っただろう、俺は基本的には手を貸さねえが、尻拭いだけはしてやるってな。腹をくくって動くのはお前らだ。まあそうは言ってもその調子じゃ無理だろうがな。何せ仲間うちに迷ってるやつがいるくらいだ。チーム一丸となって腹をくくれる状態じゃねえだろう。それはまあ、お嬢があの調子だとどうにも調子が出ねえよな。なんかこうピリッと引き締まらねえっていうか。確かに今日一日そんな感じはしていました。おじいさん大丈夫なんでしょうか。以上が今週の成果です。連中が投入してきた軍用犬がいささか厄介ですが、インドのさえいれば戦力面での不足は補えるのではないかと。わかりました。市内での体制はこのまま継続。あとはそうですね、アルタイル市に派遣した人員を半分ほど呼び戻してください。承知しました。それではツァオ様、おやすみなさいませ。お疲れ様。困りましたね。長老方の助けを借りるのはさすがに後が怖いですし、やれやれ、インドのがもう少し協力的だと助かるんですが。契約分をきちんと働いているつもりだな。おお、いらしてたんですか。いやはや失言でしたね。わざと聞かせたのだろう。相変わらず食えない男だ。いやいや、あなたほどでは。ところで今宵はどのようなご用件で。軍用犬への対処をする気になっていただけましたか。あの程度お前の部下どもで何とかできるだろう。私が相手をするのはガルシアをはじめとするルバーチェの主力のみ。そういう契約だったはずだ。やれやれ、釣れないですね。何やらアルカンシェルにこだわってらっしゃるようですが、ここの警察はなかなか優秀だ。こちらへの面倒ごとは困りますよ。心配は無用だ。それよりも特務支援課どう感じた。要件というのは彼らについてでしたか。そうですね、興味深い若者たちでしたよ。特にリーダーらしきロイドさんがいいですね。自分の力不足を痛感しながらもひたむきに前に進もうとする。勘も悪くないようですし、なかなか好みのタイプです。お前の趣味は聞いていない。他のメンバーはどうだ。これがまたなかなか興味深い面々でして、
マクダエル市長のお孫さん。相当な政治センスをお持ちのようで、参謀役と言ってもいいでしょう。エプスタイン財団の娘さん。魔道場そのものも興味深いですが、特殊な資質を持っているようです。そして赤毛の彼はこれは私の勘ですが、我々と似たような匂いがしますね。なるほど。しかしどうしてまた彼らに興味を？何？少々試したくなってな。この私に院の依頼を託すのにふさわしい相手であるのか。